異変が起きたおじさんを銃でぶっ殺すゲーム。はい、そういうゲームです。もうタイトル画面がね。もうさっきさ、ゲーム起動した瞬間さ、タイトル画面で死ぬほど笑ってたんだけど、この左のおっさん腹立つな。これ、この矢印、何時だ ?12 時の人。違う、12時15分の人。すげえ腹立つ。なんか、まあ、8番出口ライクなゲームらしいんですけど、まあ最初に言った通りの話だね。異変が起きたおじさんを撃ち殺していくゲームらしいです。はい、やっていこうと思います。始める。は?え?世界の平和編。待って、ショーがあんの?どうなんだろう?アーリーアクセスなのかな?今。まあとりあえず世界の平和を守ってみるか。撃ったね。おう。ああ、銃持ってる。おっと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 。おじさんがいる。え、てかさ、なんか肌の色おかしくない？これは異常？異常なのかな？大丈夫そう？ちょっと待って、エスケープ。装備する。銃を装備から外す。先進。あ、装備を外すっていうのが必要になったりするのかな？ライトをつける。Q でライトか。撃つ。エイム。待って、自分を撃つ。あ、ギブアップみたいなのがあるのかな？はいはいはい。ちょっと説明読もうか。世界の平和を守るための3箇条。1、9人のおじさんたちは僕の味方だ。でも、時々おじさんたちに異変が生じる。異変が生じた際は、そのおじさんを撃つこと。2、異変が生じていない場合は、僕が異変だ。え?自分を撃って心を落ち着けること。異変は、9回連続で撃ち抜くこと。謝ればまた最初から。今はまだ異変は起こっていない。この世界を十分確認したら、自分を撃って心を落ち着けること。は?え、じゃあ待って。さっきの赤いおじさんも、普通ってことか。ま、撃っちゃった。危ねえ。じゃあ、このおじさんは、外を周回してる、ちょっと赤いおじさんなんだ。なるほどね。いや、どういうレベルで異変が大きいんだろう。ちょっと他のおじさん見に行こうぜ。あそこに、あ、こいつあれじゃね ?12 時15分じゃない?あ、こいつ12時15分かも。ここでダンスを踊り狂ってるおじさんがいる。赤い服を着て裸足でゴーグルをつけてる。怖い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 。はいはいはい。あとは?なんかパン送ってる、ちょっと、なんだろう、おねっぽい、青い服のおじさんね。何を見て手叩いてんだ?真っ暗なテレビ画面を見て手を叩いて、怖っ!このおじさんは家、家の中でキャンプしてるおじさんね。はい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 。あ、外にも行くんだ。なるほど。女の子の写真が、まあこういうのは関係ないか、おじさんの異変だもんね。家の中どんどん見ていこう。ちょっとマウス感度が高いから下げたいんだけど。今は無理かな。ちょっと酔う人は頑張って真ん中の線を見るか、右下の俺を見てください。ピエロみたいなマスクをかぶった。もういや、いかれてんな。これ多分決まってるでしょ、薬。もう虚空を見てるもん。はぁ、決まったおじさんがいる。何見てんだろう。メインデバッグモード、ノーシグナル。ほぉ。デバッグモード?パンがある。何してんだろうな。車のこの部分を一点に見つめる赤いおじさんね。はいはいはい。何いる ?1、2、3、1、2、3、4、5、6。今6人あったかな。あとはここ開けたっけ。ここ開かないんだ。今6人あったと思う。こっちはここにはいない。あ、こっちでも赤いおじさんいる。ちょっと待ってね。あ、いるいる。7人目。ここで寝そべってるおじさん。もう寝てんの?起きてるよな、これ。起きてるな、完全に。ちょっと顔歪んでるし。これ異常じゃないんだ。あと、薬指がちょっと歪んでるな。これ7人目。で、8人目は?このおっさんか。全体的な肌の色はちょっと赤めなんだな。ここであぐらをかいて本を読んでるおっさんね。はい。で、筋トレしてる人が最後か。わ、すげえ、銃がある。あ、危ない、危ない。あぶねえ。コントロールボタン銃撃つんだ。ここでスパイダーの服を着た、しゃがむができるのか、しゃがむできないのか。腕立て伏せをしてるおっさんがいる。で、俺は多分子供なんだよね。乗れないか。お、すげえ。ものともしないよ、このおっさん。オッケー。じゃあこれで9人のおじさんに会えたかな?銃ぶっ放しても動じないんだね。こ
ここは開かない扉。了解っす。そしたら、今ここは異変が起きてない状態だから、一通り見たんで、自分を撃ちますか。自分を撃つのは何番？ G か。OK。じゃあ、目を覚まそう。あ、うわ。そういう演出入んないんだっていう話をしようと思ったら。よし！じゃあまず見てきますか。外周から見ていこう。このおじさんは、変わってないかな？マスクもつけてた気がする。これさ、服の違いとかになったらちょっときついな。どんぐらいわかりやすい変化？あれ？あれ？ここにいたおじさんどんな人だったっけ？あ、忘れちゃったな。ここにいたおじさんがいるはずだけどいなくなってる。ダンスおじさんそのままでしょ？ここ入れない？入れないか。あ、来んだ。車を見てるおじさんがいる。変わってないね。はいはいはい。あれ？ここで虚空を見てたおじさんは？このおじさんは変わらず歩いてるね。あんまりそういえばさっきしっかり見なかったけど。手を叩いてるおじさんもいる。あれ？おじさんの数足んなくない？あ、ここの部屋見てなかったな。トイレ。あ、見たわ。ごめん。あれ、時間経過であれなのかな？居場所変わったりする？これ。もしかして。え？今何が起きた？あ！でもこのおじさんは多分、異変では、ないんだよね、きっと。立ち位置が変わってるっていうのは異変なのかな？でも、二人位置変わってない？そうなると。そうだよね。虚空見つめるおじさんがいなくなってるから。位置変わった、ん？帽子かぶってたっけ？いや、かぶってたか。かぶってたわ。あとは？このおじさんは変わってなさそう。筋トレおじさんは？変わってないか。スパイダーの服着てる。短パンだったよな。あれ？一人いなくない？入ってますか？いないな。あれ？おじさんが一人足りない。あ！そういうことか。あの、外にいたおじさんがこれか。あ、はい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 。え、じゃあどうしよう。試しに、あれしてみるか。立ち位置が変わってるおじさん、撃ってみる？じゃあちょっとさ、ゲームのルールを理解するためにもさ、立ち位置変わってるおじさん撃ってみるか。え？正解ってこと？正解だったのかな？わからん。多分正解だったんだろうな。多分1位になってるもんね。踊ってるおじさんは変わらず踊ってる。じゃあ、あれか、さっき立ってたのが虚空見つめてたおじさんか。顔わかんねえんだよな、あんまり。手叩いてるおじさんは？変わってないね。ウォーキングおじさんは？あれ？変わってないか。あ、あれ？いる。あ、やっぱこれが正しい位置ってことか。あ、なるほどね。じゃあやっぱ異常だったんだ。はい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 。車見て、ん？服の色ちょっと違ったっけ？合ってるか。ちゃんとぶつかり判定あんのか、おじさん。で、外見てんので異常なんだ、あれ、まず。どうしてこんなことになってしまったんだ。これはもうダメだろう。これはもうダメだ。灰の位置にキノコが生えちゃってるからもう終わりだな。せめてキノコを撃とう。あ、ダメか。おじさん、解釈するよ。ゆっくり寝てくれ。二人目。よし。なんだっけ、8回連続だったっけ？あれ？歩いてるわ。このおじさんはまあ変わらず歩いてる。あれ？あそこにいた人って誰だったっけ？やっぱあれ、ぐるぐる回ってたおじさんが正しいのかな？よし。そしたら、よいしょ。ダンシング王子を見に行こうか。ダンシング王子は、ダンシング王子だね。オッケー。次。両手叩き王子もそのまま。
ウォーキング王子もまあ変わってないかな。あと、国空三つ目王子も大丈夫で、車ペロ親父どういうことなのバカゲーじゃん完全に。はい、これも大丈夫ですね。もうサクサクいくか。あのぐらい分かりやすい異変なんだな。でもなんかさ、もっとなんか異常な行動するのかなと思ったら、意外とさ、この位置が変わってるとか、その程度のレベルなんだな。まあ、キノコはちょっと異常、中の異常だったけどね。はいはいはい。まあ、大丈夫っすね。まあ、ウォーキング王子も変わってない。虚空三つ目王子も変わってない。同じ人に同じことが起きることもあんのかな。それとも全員違う人に起きるんだろうか。一回見た人は後回しにしてみるか、確認すんの。だから次は、アグラ王子。アグラ王子も変わってないか。じゃあ腕立て王子は？あれ変わってない。え？じゃあ今回何も起きてないかも。グラサンかけてたっけ、お前。いや、どうだったかな。グラサンかけてたかな。ちょっとわかんない。お忘れちったな。ここは開かない。で、もしかしたらさっきのおじさんにまたキノコ生えてる可能性もあるから。生えてないか。ダンシング王子も、まあ、いつもよりキレが悪いとかそういうのもないね。ダンスのパターンとか変わったらどうしよう。さすがに分からんぞ。今回何も起きてないんじゃないか、多分。多分何も変わってないから、その場合は自分打てだったもんね。じゃあ打ちます。上。失敗した。変わってたんだ。最初からだ。マジかマジかちょっともう一回見てくるわ。あ、あれ、このおじさんさ、リュック背負ってたよね、確か。リュック背負ってたけど、今回背負ってない気がする。これか。お前、異変だな。どうだ、よし、そうだよね、リュック背負ってた。オッケーオッケー。で、こっちにいないんだよな。最初さ、あれ？俺の記憶、違ってる？あそこにおじさんいたような気がしたんだよな、最初。ウォーキング王子がそれだったのかな？あれ？なんかダンス違くない？あれ？あれ？なんかもっとキレのあるダンスだったよね。お前、異変だな。あ、オッケーオッケーオッケー。オッケー、あれが起きてる。同じ人に起きるのかも確かめたいな。机の上に座んないの。オッケースーじゃないのよ。これであれですね、あの、同じおじさんにも違う異変が起きることが分かりましたね。あ、ここ歩いてる。ここも歩くんだっけ。まあこの人はあれなのかな、ランダム。このまま家に入るのか。あ、そうだね、オッケーオッケー、正しい。どうぞお入りください。ちょっと邪魔。早く早く入って、早く早く早く。手叩いてる。いやー、さすがに飛ぶとは思ってなかったな。いるね。このおじさんたちはどういう気持ちなんだろうな。なんで、この甘んじてさ、銃を持ってる少年だよね。てか俺がさ、家の中を徘徊してるのを許してんだろうね。ちゃんと読んでるね。よし。次。キノコも生えてない。あれ？今回正しいか。今回正しい説あるぞ。いや、正しそう。幻影旅団もいるね。旅団王子もいる。あれ、今回正しいかもしんない。
やーどうだ。でもあとは、よく見ないと分かんないレベルのものが起きるかどうかだな。このおじさんは変わってないよな。いや多分今回正しいっす。何も起きてない。というわけで俺が死のう。さあ、いや、今回も何も起きてない気がする。今一通り見てきたんだけど何も起きてないんだよな。死んでみるか。どうだ、これで1位になるか。あー、今のは何も起きてなくて正しかった。初めてだわ。でもさっきまで失敗してる時にどのおじさんに異変が起きたのか分かんないんだよな。結構むずいぞ。ダンサーね、ダンサー、ダンス変わって切れてるね。今日も切れてるよ、切れおじ。ダンスおじいいっすね。このおじさんもまだ一回目変が起きてない。実は下半身脱いでるとかない、ないか。このおじさんも変わってないでしょ？変わって、ないね。チャック開いてるとかもない。ないね。やっぱもっとしっかり顔まで見に行った方がいいのかな？顔がめっちゃおかしいとかもあんのかもしんない。なんかエロい顔してんな、こいつ。なんかスケベそうな顔をしてる。となると、びっくりした。となると、あとは2階のおじさんか。よいしょ。あ、本読んでない。お前本読んでないな。異常だ。あばよ。イケメンだったな。2階の本読みおじめっちゃイケメン。変わってないっすね。あのおじさんはいつも通り。ダンサーも、切れてるね。今日も切れてるね。今日も手叩いてるね。歩いてるね。OK？ 1階のおじさんは、よいしょ。うん。問題なさそう。ん？あれ？こういうレベルの違い出んの？マジ？服の色が違うわ。ヘルメット打っても当たんのかな？当たるわ。こういうレベルもあんのか。これ結構きつくなってきたな。今までもそういうの見逃したのかな。やっぱこの動きだけじゃダメか。うん、切れてるね。でもあのおじさんは赤い服って分かりやすかったからいいけどさ、まあ見慣れてきてからだんだん分かるか。うん、多分大丈夫。このおじも大丈夫。あ、そうだよね、赤だったよね。で、スケベそうの、あ、ん？うわぁ、お前ヒソカみたいになってる。え、顔になかったよね、タトゥー。はい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 、いいぞ。いや、顔見ないダメじゃん、じゃあ。よかった。気づきがあったわ。大丈夫そうだね。このおじさんも結構凛々しくてかっこいいんだよな。まだ異変が起きてないおじさんの異変も見たい。よいしょ、待って。当たんないか。防弾ガラスだった、残念ながら。ついに起きたな、お前にも。よし。何回だっけ？ 9 回連続ね。あと、何回？今が5回目だから、あと4回かな？さあ、顔見せろ。あれ、マスクしてない。ダメじゃーん。マスクしなくちゃん。大丈夫そうだね。ん？なんか右手でかくね？気のせい？気のせいか。よし。いやー、じゃあ本当にパッと見で異変が起きてなかったらしっかり顔まで見に行かないとダメだ。このおじさんも大丈夫そうだね。おじさんも今日も切れてるね。うんうんうん。あれ？ダンスの種類こんなんだったっけ？ん？ん？あ、これだ、これだ。よしよしよし、大丈夫。あの部分覚えてたわ。で、手叩きおじも今回は、服もブルーだね。オッケー。あとは、えほう。このおじさんなんかあんまり起きないんだよな。このうつろな目をしたおじさん。なんか一番心配。なんかしないけど一番心配になる、この人が。よいしょ。次。
こいつはスケベ顔ね。スケベ顔はまあ大丈夫か。大丈夫そうだね。いや、これ後半になるほど怖いんだよな、やっぱり。失敗が怖い。次。病気おじは、よいしょ。まあ、変わっ、ん?なんか胸やたらへこんでない?え、こんなもんだったかな?なんか、父がやたら離れてる ような気がしないでもないけど、あれ?あれ?ん?え?いや、こ、ん?いや、父まで見てなかったな。どうだろう。あれ異変なのかな。なんか父がおかしいような気もするな。このおじさんも何も起きないんだよな。なんか胸おかしかったか。なんか違和感はあったよね、今。違和感はあった。でもあんまり近くで見てなかったからな。いや、こんなもんか。こんなもんだな。うん。あのおじさんも切れてる。大丈夫かな?じゃあ自分撃ち抜きますか。多分何も起きてないと思うんだよな。まあ、あとはせいぜいウォーキングオーズしっかり見てないぐらい。まあ大丈夫かな。うん。多分俺がおかしい。きっと俺に異変が起きてる。よし。いや、飛ばそうかなと思ったんだけどさ。これは飛ばせねえよ、おっさん。何気持ちよくなっちゃってんの。もうショート動画にしたいぐらいだ、これ。踊ってみた。ターバン巻いてる。ズボンを履け!お前、ブルーハワイ食ったな。唇。次。なんか動きがおかしい。なんやかね、6位編まで来ました。あと3つか。今回は大丈夫だね。大丈夫。あ、待って。すでに異変が見えた。俺、あの人の異変見るの初めてなんだよな。いつもあの腕立て、うん、腕立てしてるおじいたじゃん。腕立ておじが、違う行動した、ついに。お。太極拳始めちゃった。違う。太極拳じゃない。波動砲の練習してる。なんだっけ、波動砲だっけ、波動拳か。カメハメハかな、どっちかっていうと。そっか。それを打ちたくて、あれなんだな。腕立て伏せてたんだな。腕立て伏せって言いにくいね。今更だけど。腕立て伏せ言いにくいって気づいたの初めてだわ。おー。あ、待って。また立ってない?今頭ちょっと見えなかった?気のせいか。よし。7まで来たよ。めっちゃお腹鳴っちゃった、今。音入ってないといいな。おじさんはいつも通り、うん、切れてるね。あ、ちなみに、2階の離れ乳は、あの離れ乳で正しかったわ。あー、ハット被ってる!さっきズボン履き忘れたくせにハットは被るんだな。お前だ。あと、一回気づいたんだけど、異変が起きてないおじさん落ちると、そのまま死ぬ。うん。あの、黒くさ、変わるじゃん。あれってなんか、何なのかなって思ってたんだけど、あれそういう演出だわ。ちゃんと、この、こいつは異変だよっていう正解を示してるっぽい。普通のおじさん落ちると、その姿のまま死ぬ。本当は一回見せたいところなんだけど、ちょっとね、今見せらんないから。8まで来たんで。じゃあ、最後の異変探しに行きますか。何も起きてないかな?あれ?これとハットはもともと被ってたのか?キャップか。キャップがハットになってたよって話だね、さっきのは。よいしょ。一番心配なおじさんも大丈夫かな?よいしょ。次。車見つめ変態おじさんも、まあ、いつもより動いてるような気もするけど、あ、指大丈夫?指一本なくない?大丈夫か。そうなると2階か。
2階で異変が起きてる？大丈夫そうだな。腕立ておじも今回はちゃんと腕立てをしてる。まあ、カメハメハが出ないってことが分かったから、大丈夫っぽいね。じゃあ、あとはキノコが生えてたりするか？いや、しない。いや、怖えー。何も起きてないよ。ちょっと待って。踊りもいつも通りだよな。踊りもいつも通りな気がする。うん。で、ここから足をスッスッスッとやるやつだよね。うん。うん？あ、そう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 。多分大丈夫。腕立ても大丈夫だったでしょ？あぐらおじも大丈夫でしょ？え？俺か？最後の異変。このおじさんもズボン履いてる。うん。なんかみんなどこか悲しい顔してるんだよな。何も起きて。ないよな。何も起きてない気がする。え、怖い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 。自分撃つのめっちゃ怖い。でもそうか。大丈夫なんだな。よし。覚悟を決めよう。おじさん、最後の異変は、俺でした。は？は？え？想定外の異変？異変は全て殺せ？いや、異変だよな。うわえ、なになになに、待って、全員おかしくない？おじさん？え？おじさん、え？どうしたの？え？大丈夫？使っても大丈夫なんだ。弾足りるかな？一人10発かかる。うわぁ。え、怖い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 。え？泣いてる？うわ。え？全員おかしくなっちゃったのか。え、うわぁ、待って、辛い。謎に辛いんだけど。なんで？え？ああ、大きくなっちゃってる。待って。え？これ、あれ？え？これ誰？これ、虚空三つ目王子？はぁ。なんで？あんな大事にしたじゃん。なんでだよ。え、弾足りるかな、これ。あと、誰だ？ 2 階か。二階の三人。怖い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 。なんで？腕立ておじは？全員。いや、笑っちゃいけないんだけどさ。笑っちゃいけないんだけどな。まあ、そうね。まあ、体鍛えた成果出たんじゃない？おめでとう。あと2発しかないんだけど。いける？あと最後。は？え？鳥になっちゃったの？どっちが本体なんだい？お前か。あ、リロードできんだ。はぁ。ピースクリア。平和を達成した？え、待って。おじさん、異常起きてなくない？あ、え？
もしかして、自分に異常が起きてて、おじさんたちに異常が起きてるように見えちゃってたってこと？最後。え、違うか？え？え？え、怖い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 。やっぱ少年はなんか落ち込んでるしな。え、待って。世界の秘密編まだあるの？マジか。この世界には秘密があるのか？怖い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 。じゃあまあ、一旦世界の平和は守ったんで、今回はここまでにしようかなと思います。はい。こんなことになると思ってなかったけど、はい。今回もご視聴。とりあえず世界の平和は守られました。はい。ありがとうおじさん、フォーエバーおじさん。今回もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。またね。ご視聴ありがとうございました。動画も配信も頑張っていこうと思ってますので、ぜひ押してもらえると嬉しいなって思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。